私は力知らず、我が拳の前に切り伏せがいい。定めのらず。三くなり君についてきた若者だ。誰かを思い出さないか、秀吉。俺を見ろ。しっかりと見ろ。俺はあんただ。未来のあんただ。繰り言はやめろ。私、お前になるなど朝霧に一もない。綺麗にスカンピンだ。何もかも吸っちまった。よ、水が。これでは先へ進め。どうだい、驚いたかい。この城は水も防壁として使うのさ。お膳立ては整えたよ。さあ、君の思う通りに戦ってみせてくれ、大谷君。この神経様の浮き橋も渡る。あなたもついえておられるのか。よし、次よ。お前を敵に回したくないものだ。増氷の未来など顧みるまでもない。おそらくあなたもそう考えているのだろうな。あらかし、我が本当に求めたのは業務。なぜ裏切った。なぜ私を見捨てて生きたいんだ。この私、皆の者、それがしと共にこの地に骨をさらそうぞ。おや、君もなかなかやるじゃないか。やりましたな。この調子で森の水をどんどん抜きましょうぞ。また一人、この世から私が去る。私自身は消え去ることすら可能よというように。この状況を打破する策を削れば、それがしも私は俺らの光を焼き付けな。富が将の意地、我に見せてみよう。かしこまり候。姫様、秀吉様が居城の番犬となる許可を。いいよ、けれどくれぐれも吠えすぎないようにね。幾幕かの疲労は与えた。拙者はここまで。勝利の兆しが見えた。それは厳格だ。このままこともなく進めばよいのだが、三成、お前の死を我は望まぬ。分かっているな。三成、我永劫に使える許可を与える。申し訳ございません。半兵衛様、あなたの何があの男を導いた。なぜ私の前に現れてはくれなかった。おふん、それはじゃねえ。みんなを裏切るかよ。聞いてくれるなら大岩氏。いや、すでに無力か。無の境地にさえ至れば貴殿すら打ち果たせよ。一撃必殺。まさに効果は抜群ですな。何のさらに険しき戦場とで乗り越えてきた。さまいませんよ。これ以上お堀の水を抜かせてなるものか。その息だ。秀吉のためにしっかり働いてくれ。全ては皆様方の
仰せのままにくざるするな。もう少し強気に出てもいいんじゃないですか。せんよ、さらばならせんよ。君たちは僕が鍛えた兵だ。できるはずさ。我が軍の将までも毒に侵されていようとはな。命を与え、この私を。あなた方のその先はガシャの毒かというわけか。さすが軍をまとめておきながら、その役に起動し、まだ沈んじゃいないさ。ひるまず戦うんだ。はい。やつめ、手柄を独り占めしてわしを蹴落とす腹積もりか。すべてを捨てて前進する秀吉様のように。これは少し兵を整え直す必要があるかも。ここから先は僕が直接君の力を試させてもらうよ。やりおるわ。織田軍千兵、柴田勝家、いざ、つむじ回る。さだめをなせよ。さだめをなせよ。あんな気を失うよ。このまま引き下がれるのだ。手打つ相手に反り返る前に、手柄一つも得てみせよ。我が軍を阻む者なんてありはしねえ。定めの螺旋よ。逆離と怖くてたまらねえけど、逃げてえとも思わず。さあ、この城をここまで攻略するなんてやるじゃないか。でも剣での攻め合いの実力はどうかな。私の好みを終わらせるのはあなた方か。それでも構わない。心の後を追うだけの話だ。ひでよし、あの戦いをもっと近くで見ていたい。半兵衛、よくぞ我の前までたどり着いた。褒美だ。覇王の拳を受けるがよい。いかなる言葉も、もう遅い。この心には届かない。なぜなら、とうの昔に私は止まっているのだから。